今回はデータベースに新しいタイプを作成する際に意識しておきたいポイントについてお話をしていきます。まずはじめですね、こちら今新しい空のページがありまして、データのところで新しいタイプを作成しようとしていますが、まずポイントとしては基本的には大文字を使って作成をした方が良いかと思います。例えばですね、new という、new じゃないですね、そうしたらですね、フルーツにしましょうかね、という形でクリエイトしていきます。そうしますと、まずこちら、はい、データタイプのところですね、自動的に初めの文字が大文字になります。で、その一方で、例えばですね、こちらテキストを入れて、こちらインサートの情報としてですね、do a search for として検索をしていきますと、フルーツ自体はこれ、小文字になっています。頭の F がですね。ですので、若干ややこしくなってしまうかと思いますので、この初めのですね、タイプの文字は大文字にした方がいいかと思います。はい。こうすることによって、do a search for とした場合にですね、こちらで選択するものも大文字になるという形になります。で、もう一点目ですね、注意しておきたいところが、この複数形にするかどうかというところですね。こちら、今ですね、フルートというところを検索しまして、もう一個ですね、フルーツという形でタイプを作っていきます。そうするとどうなるのかというとですね、こちら、do a search for として、例えば、フルーツを選択します。フルーツの S がついている方ですね。そうすると、こちらですね、フルーツスという形で S が2つつながってしまいます。で、これはですね、こちらもバブルのデフォルトとして、これ S がつくような設定になっていると。まあ、これプログラミングの中にはですね、プルーラルの表現という形で使ったりするものなんですが、まあ、これ、仕様としてもこういう風になっているというところを認識した方がいいかと思っております。ですので、結論としてはですね、こちら、タイプに関しましては、先頭が大文字、そして S をつけないという形にすると、一番ですね、こんな形で表示されたときに分かりやすい形になるのかなと思っております。で、あとですね、最後に1点だけ、これはですね、あまりプログラミングでは使われないんですが、バブルにおきましてはですね、タイプの名前を指定するときに、間にスペースを入れても問題ないと。これはオフィシャルサイト でも同じように言われておりますので、問題がありません。ですので、例えばですね、サムフルートという形で、はい、作成をしてですね、間にスペースが入っても問題がないということができます。これも普通にですね、サムフルートという形で作成をすることができます。最後にマイスがついていますね。こんな感じで、ちょっと細かいルールですが、知っておくと結構ですね、便利に開発を進めることができるかと思いますので、頭に入れておきましょう。